タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。友達に結構話しました？はい、結構話しました。面白いねって言ってた、友達は。はい、面白いね。で、必ず二言目は食べづらそうだねでした。なるほどね。はい、あの、大人には相談しました？お金持ちとか。大人はなかなか人脈がないので。なるほどね。なかなか。友達界隈ではおもろいと言われたと。はい、面白いというのはもう 100% いただいたと思っております。確かにね、まあ、僕たちもギョッとはしました。はい。岩井社長、どうしましょう。いや、あの、なんか、うん、こういう時こそ虎が、まあ、関わってブラッシュアップするのが、あ、いいんですか？なんか いつもはなんか言っちゃいけないのかなと思って、そのままね、はい、あの、なんかいろいろアドバイスしたらそれは良くないって、あの、岩井社長に注意されたっていう社長さんだったら、そのままそのまま長いでしたっけ？そのまま長いですよ。それない、そういうアドバイスはいいんでしたっけ？あ、もちろん、あの、途中でその彼のビジネスプランが変わることは全然問題ないし、ね、今何よりも、あの、あまりにもシンプルじゃないですか。でも、このシンプルが面白いと思ってそのままお金が出るなら出ればいいし、でもこれじゃさすがにってなった場合に、本当に皆さんが何か建設的に関わっていただいて、さっき茂木さんが言ったような面白い形になるのもありなのかなとは思ってます。まあ、これが本当に面白いものだったらクラファンで集まりそうな気はしますよね。でも、なんかこういうジョッキでの居酒屋を作りたいっていう、しかも現役大学生がね、はい、就活を捨てて挑戦すると、はい、うん、言うんだったら、クラファンで本当にこのコンセプトが刺さるんであれば集まる気がするんですけど、集まらないんじゃないかなって思うんですよね。はい、で、金融機関から200万っていうのはもう調達済み。あ、そうですね、こちらになるんですが、一番最初の資料を作る段階では、全額こちらでご投資いただこうというような形で出していたんですが、まあ、なかなか一大学生が、まあ、本当に社会経験もほぼほぼ。結論どっち？もう着金されてんの？されてない？結論から、今現在では、資金調達のメドの方は立っていないといった状態に。あ、これからってことですか？はい、これから。なので、まあ、こちらの200万円を用意できて、まあ、初めて、まあ、虎の皆様からご投資いただけるのかなとは思っております。大学生に200万貸してくれるとこあるかね。そうですね、今現在では国庫さんを考えてはいます。ね、はい、うちの武田塾にね、はい、あの、早稲田の大学生が高校何回も挑戦して、はい、そんでこのモデルがどうのとかいろんなこう指摘をされて、最後、ね、それを全部改善していったのに、あの、大学生だからみたいな感じで言われたらしいんだよね。ひどいな。だから結構実績のある武田塾でもそうだったから出ないかもしれないね。はい、うん、まあ、金額が違うけれどもね。はい、うん、そうですね、はい、もうそちらは、はい、で、その時はどうするんだった？はい、その金融機関から出ない時にはどうするんだっけ？なんか言ってたじゃん、打ち合わせの時には。あ、そうですね、まあ、出なかった場合は、まあ、こちらのプラン自体が成り立たないと思っておりますので、まあ、そちらでは。え、親になんか土下座して頼むの言うてたやんか。そうですね、はい、そうですね、そうですね、200万で、まあ、書かせていただいて、まあ、今のところは金融機関さんなどからお借りする予定なんですが、200万もし借りれなかった場合は自分で先に時期の話した方がいいです。いや、どうぞ。ごめんなさい、はい、申し訳ないです。まあ、こちら、あの、出店タイミングのお話になるんですが、こちら、ストロングポイントの点にも書かせていただいたんですが、まあ、コロナ禍が落ち着いた後に出展するといったようなビジネスプランとなっております。こちらがなぜかと言いますと、まあ、今現在飲食店がもちろん厳しい状態で、今現在はその国からの保証金などもすごい出ている状態ではあるんですが、まあ、このコロナ禍が落ち着いて、まあ、ワクチンが、まあ、皆さん打ち終わって、まあ、コロナ禍が一段落して保証金
がまあ国から出なくなった時に結構お店が潰れてしまうといったようなまあニュースの方を見まして、まあ、そちらが潰れてしまったタイミングといったらとてもなんか言い方がすごい悪いんですが、まあ、そちらで居抜き店舗を探して出すといったようなイメージでおります。ですので、出店タイミングの方が明確には言えないんですが、まあ、来年の初め、まあ、今年の終わりぐらいにまあ収束がすればそちらのタイミングで出店したいと考えております。で200万の話は、そうです、で200万の話に戻るんですが、まあ、200万お借りできなかった場合は幸い、数ヶ月時間はありますので、まあ、その期間でもう死ぬほど自分自身が働いてお金を貯めるなり親族に、頭を下げてお金を借りるなりして、まあ、なんとか自分自身で用意できるのが200万円かと思いましたので、まあ、金融機関からお借りする金額は200万と書かせていただきました。親族の方は、株式会社ピナイインターナショナル代表茂木哲也、会社経営21年 IT 系を中心に4社を立ち上げ3社を M&A し売却、日本初のフィリピン人専門家事代行サービスを運営、事業拡大は止まらない。外国籍人材で未来を変える連続起業家の虎が志願者のマネジメントに切り込む。土下座されるんですか、土下座オールの可能性は高いんですか。そうですね、はい、もうそちらはもう自分の熱意と思いを伝えて借りたいと思っております。自己資金も50万あるんですね、一応ね。そうですね、はい、一応貯めてたお金が50万あるといった形です。うん、学生で50万のもすごいけどね。すごいありがとうございます。もちろんだけど飲食店の経験は、アルバイトの経験があるんでしたっけ。そうですね、はい、アルバイトを、2年間飲食店の方でさせていただきまして、うん、それによって調理師免許の実務期間の方を満たしましたので、今現在調理師免許試験の方の、まあ、出願はしていて、12月の方に試験があるといった状況ではあります。これ上社長750万円でできるもんなんですか、居酒屋の。逆にもっと安くできるんじゃないかなと思いますけど、僕は逆にこれぐらいの業態だったら、まあ、物件取得費をなるべく抑えられれば、うん、まあ、こういう時期ですし、まあ、居抜きもたくさんね、はい、あると思うんで、はい、うん、まあ、逆にもっと僕は安くいけるかなってちょっと逆に思いましたけど、はいはい、レストランとかだったら、ね、内装にこだわってそういうんだったらちょっと無理ですけど、はい、まあ、こういうなんかせんべろみたいな、そうですね、業態だったらまあ自分で手作りでもいいから、そうですね、雰囲気さえちゃんと作れれば、はい、まあ、もっと安くできるかなと思いますけどね、はい。やっぱせんべろとか知ってるの。あ、もちろん知らない業態、はい、行ったことある。行ったことはありますね、はい。やっぱ赤羽って独特なんですか。まあ、独特だと思いますね、やっぱり、はい、昼間から飲んでるんだよね。昼間から飲んでます ね、 ね。で彼が言ったようにその5年前に初めて大学生が来た町なんですよ、うん、赤羽っていうのは。うで5年間経って今何人いるって。今3500人東洋大の学生がいるの。だから多分、まあ、赤羽に帰ってくる大学生もいるんだろうけども、主に東洋大学の学生をターゲットにしたそのベロベロなおっちゃんたちが来ない店を作りたいっていうふうに彼は言ってましたけどね。はい、なんかよくそういう居酒屋さんなんかありますよね。ありますか、その学生が運営して学生をお客さんにしてみたいな。はい、そうですね。で4年経つと卒業していくみたいな。あ、そう、ありますよね。以前、はい、ね、クラウドファンディングでなんか募ったかなんか、うん、ありましたよね。そうですね、あったんですけど、うん、あちらはもう閉店されてしまってるみたいですね。はい、ウーバーとかの方のね、そのプラスチックのコップでやる方だとちょっとインパクトが下がるよね。はい、そうですね、はい、なかなかそのでかいプラスチックカップがないというのもありまして、うん、中ジョッキぐらいの、まあ、大きさになるとは思うんですけど、まあ、ウーバーだったらそのような形になります。まあ、それだったらね少ない元手でできるけど、やっぱジョッキでってのがインパクトだね。はい、いや、なんとかできないかなと思ってね、ジョーさんもやってる曲がりビジネスあるじゃないですか。曲がりでジョッキあればねいいのかなと思ったんだけど、ジョッキ配るわけにはいかないしね。いや、そうですね、うん、どうしたらいいんですかね。ジョッキ場ってそんな新しくもないと思いますしね。結構出てくるんで。そうですね、まあ、ジョッキ自体、はい、前から結構ありますしね。株式会社円代表遠藤裕樹、大学卒業後から学習塾を運営、手放し経営で勢力を拡大し全国展開を進める。滋賀県出身の虎が近江商人の精神で志願者よし虎よし視聴者よしのタイガーファンディングを作り上げる。これを映えって取るよりもやっぱ簡易的にこう
飲めるっていうコンセプトの方がやっぱいいのかなと思いますし。じゃあ代わりに何で出したらいいんですかね。ジョッキーがやるのかな。そこ変えちゃいますか。でもさっき茂木さんが言った話であればジョッキーのままでもできる話ですよね、はい、まあそうですね、思いつきなんでどのぐらい実現性があるかちょっと分かんないですけど、はいはい、なんかあのジョッキーのままの方がむしろサイズが決まるんで、はい、あり得るかなと思いますけど。僕あの、はい、今日はあの最初にこれ持ってきたじゃないですか。あの時の皆さんの顔は驚いてましたよ、あの一瞬は、はいはい、なんで多分王はあるんですよきっと。でもその後話を聞いていくと、え、そんだけみたいな話になってるわけじゃないですか今。こっからなんか始まると思いましたからね、はあ、これで完成品だったっていう、はい、なんかパッと見のこのジョッキっていうのは面白いは面白いような気がするよね、うん、そのものは。なんかワイングラスとかでもあのダイソーでもあるんですよね。はい、なんか逆になんかその一番小さいカップぐらいは入ると思うんで、はい、このさっきの量り売りみたいなこのグラスだったらもういくらって決めてしまって、はい、うん、そのワイングラスとかもういくらって決めてしまえば、女性だったらワイングラスで取りに行こうとかあるかもしれないですよね。結局大皿料理の話ですよね。要は大皿とかこういうものの中にわーって料理入れといて、そこから自分で取って、あの溢れるほどやってもいいから、とりあえずこのジョッキだったらいくらっていう話であれば。ああ面白いですね。はい、めちゃくちゃごめんなさい、今面白いなと思ってしまいました。それだと例えばこうチャーハンの上に唐揚げとポテトを乗っけてきてもいいわけですか。そうです、うん、はい、お腹いっぱいになっちゃうかな。そうですね、はい、だ自分で何を作ってもいいわけですよ、要はある品物の中から。面白いですけど、はい、面白いです、面白いです、面白いじゃんそれ。面白いですね、はい。ごめんなさい、セルフですもんね、コスト削減できますもんね、自分でね。はい、そうですね、回転寿司みたいにこうね、お皿で金額決めるんじゃなくて、あのね、ジョッキのあれで金額決めるみたいなイメージですかね。なんか、だから基本的にだから人件費の削減にはすごいつながるんですよね。回転前にブワー作っとけばいいわけで、回転してからはそれは全部客がやって、飲み物を作る人だけいればいいっていう世界で、大学のさ、はい、購買部でさ、はい、ジョッキ売ればいいじゃん。でそれ持ってったら100円オフみたいなね、はい、もう面白い、はあ、はい、とかマイジョッキ的な、マイジョッキ、はい、とても面白いと思います。斬新なビジネスプランの強みを生かしながら改善の策を練る虎と志願者、現実的な視点で捉え直す議論の末に答えを導き出せるか、いよいよファイナルジャッジメントの時、志願者によるラストステートメント、はい、さあ他に何かご質問は皆さん。はい、すいません、いかがでしょうか。お願いします。では大岩さん、はい、ラストステートメントです。はい、はい、どうぞ、はい、最後に一言。はい、はい、まあ自分の人生を変えたい、自分の将来を変えたいと思って、まあ就活を投げ出してといった形ですが、まあ、そのような気持ちでここに来させていただきました。でもなかなか自分の力だけではもうスタートラインに立つことすら難しいので、どうか虎の皆様のご支援をいただきたいと思っております。よろしくお願いします。はい、では180度回転してこちら壁側に向いてください。はい、では皆さん、ファイナルジャッジメントタイムです。はい、じゃあ大岩くん、はい、振り返ってください。はい、はい、では参ります。はい、遠藤社長。ごめんなさい、ナッシングです。若くて野心もあるし出したいんですけど、ちょっと今のビジネスプランじゃちょっとナッシングですね、すいません。だからまたプラン変えて、あの再チャレンジしてもらえれば。はい、すいませんでした。はい、はい、上社長。はい、ごめんなさい、ナッシングです。ちょっとあの発想が惜しかっただけで、バイタリティとそのアイデアはあのすごいと思うので、あの僕個人的にはすごい大好きなあの方だなと思いましたので、あの継続してあの応援できたなと思いますので、またお会いできたらと思います。はい、頑張ってください。ありがとうございます。
よかった。お人柄も良くてって言わなくて。はい、七井ママ。はい。すいません、ナッシングなんですけれども、21歳でお若いのに本当に素晴らしいなと思います。もうあとなんか二ひねりぐらいなんかあったらよかったかなと思うんで、またぜひいらしてください。はい、ありがとうございます。はい、茂木社長。はい。こんなのありですか？ 50 万。もちろん。基本最低100だと考えている中、ビジネスとしては正直ナッシングかなと思ったんですけど、めっちゃ応援したいんだよね。若くして事業を独立したいっていう子は本当に応援したいんで、頑張れっていう気持ちだと思ってください。はい。じゃあ林社長。はい、すいません、ナッシングです。でも勢いあっていいと思います。なんか違うプランでいきましょう。はい、就職しないでほしいです。はい、そのまま起業の道を進んでください。はい、僕も就職しなかったんで、いいと思うんで、将来お金持ちになりましょう。ありがとうございます。はい、ということで希望金額500万に対して茂木社長から、50万、ね、10分の1だったね。はいはい、ということで、残念ながら希望金額には達しませんでしたので、今回はナッシングです。はい、お疲れ様でした。斬新なアイディアでトライと挑んだが、残念ながら結果はナッシング。熱意を持って戦い抜いたタイガーファンディング、事実札束は動き始めていた。オールは叶わなかったが、若き野心家の物語はこれから始まる。大志を抱く男の背中を見送り、虎たちは次なる志願者を待つ。